私の自然に対する気持ちを書いたんですけど、大体14品種のブドウを作ってます。岡の園っていう名付け親なんです。自分が楽しいのは多分人も楽しいだろうっていう。はい、どうもよろしくお願いします。はいはい、ここにすごいペイントが、これはですね、まあ、私の自然に対する気持ちを書いたんですけど、はい、じゃあ早速ちょっと中の方、はい、はいはい、うちはですね、ブドウをメインにだいたい14品種のブドウを作ってます。で、もともとは星観光ブドウ園っていうブドウ園だけだったんですけど、父の代から私が継いでもう14年目になりますかね。でそれから今は、まあ、ドラゴンフルーツ、あとまだ販売はしてませんけど、桃とあとアボカドと、あとみかんと、あとパイナップルとっていうのも栽培して、これからだんだんそれも販売していくんですけど、ブドウがメインで間違いなかったですか？ブドウがメインで間違いない。ブドウを始めてからは何年ですか？ブドウはね、今でも15年、16年ぐらいになりますか。55、56ってことですか？はい、55、56です。はい、あの若く見えますね。 ありがとうございます。でブドウどう、あげますか？褒めてもらって。ロケーションもすごくいいなと思って。はいはい、うちに常連で来てたお客さんがいるんですけど、その方が星の見える丘の園っていう名付け親なんです。終わって秋から冬は ものすごく綺麗なんですよね、星に、ね。まあ、シャインマスカットなんですけど、はい、すごい綺麗、はい、もうだいたい取れるぐらいですね、これね、はい、取り頃ってことですか？はいはい、取ったの自分で食べ て。でコロナ禍になってからは一応園内では飲食禁止って組合で決めたんで、今はもう持ち帰ってもらって、はい、園外とか車で食べてもらう。はい、14品種はあるんですよね。ブドウを14品種取り扱うのって大変じゃないですか？はい、うん、でも今ニーズが結局社員みたく皮ごと食べられるやつが多いんで、これも皮ごと食べられるんですけど、これもね、もうちょっとこれがここに赤い濃くなるんですけど、はい、そしたら皮ごと食べられる。はいはい、もっと濃くなりますね。これはクイーンニーナっていう、はいはい、これがゴールドフィンガーっていうんですけど、これはここに黄色くなってくるとすごい、これ一番甘いぐらい、ブドウの中では。これも皮ごといけるやつ。皮ごと、これはシャンパンを飲みながらこれを食べるっていう大人のブドウなんですよ。これジュースのブドウがだいたい3種類ぐらいあるんで、3品種ぐらい、ブドウが観光ブドウが終わったら今度ブドウのジュースを取って加工して販売する。で飲食は今度来年から今度農園レストランっていうカフェを今度やろうと思っているんですけど、はい、建物から何かみんな自分で手作りなんで、だからなんで12月頃からオープンできればいいなと思ってですね、ブドウって大工ではないんですけど、もともと建築の仕事、サラリーマンだったので。自分で一から作るってすごいですね。はい、それが好きなんですよね。もう自分で家を作りたいっていうのが子どもの頃からの夢だったんで、だから自宅も自分で20年かかって作ったんです。はい、すごい。まず栽培でこだわってるのは、なるべく農薬と化学肥料を使わないで、こうピロール農法っていう微生物を使った農法にて作ってるんですけど、でやっぱり安全だっていうのが一番ね、あるから、ね、うん、だからそういう栽培で、まあ、自分も食べるしね、はい、お客さんにも食べてもらうから、安全な栽培で長くこうに持続できる栽培がいいなと思って、そういう栽培にしてますね。はい、妻とやっぱりよく言うんですけど、まず自分が楽しいことですよね。やっぱり農作業も結構作業も大変だし、だから自分が楽しくないと長くも続かないし、だからやっぱり自分が楽しい仕事をしようと、うちのコンセプトです。自分が楽しいのは多分人も楽しいだろうっていう。ブドウ園は9月3日から9月いっぱいまで開園しております。大自然の好きな方、星空の好きな方、
昆虫や動物が好きな方はぜひ星の見える丘の上にいらしてください。お待ちしてます。